宮崎さん。はい。こんにちは。こんにちは。新作ができたみたいですね。できました。紹介していただけますか。はい。あのデニーメの中でも、はい、結構渾身の一枚。渾身の一枚。すごく気に入ってます。名前なんて言うんですか。デフレ。デフレ。デフレ。何ですか。デフレって。デニーメのデ。で。フレアスカートのフレ。フレアスカートのフレ。で、フレ。すごい似合ってますね。素敵でしょ。結構ね、これ、はい、もうサンプル、何枚作ったかな。で、面白いのが、はい、まあ、7、8枚、どれぐらい作ったら、もう次からサンプル作り直しで作ったんですけど、はい、全部違うんですよ。全部違う。全部同じようにできない。まずこの木、それっていいんですか？それっていいんですか？いいんですよ。いいんですか？それがいいんですね。もうこの大体ね、この生地が違う。ああ、なるほど、うん。生地が違う、ポケットが違う。でこの裏のここも、はい、ここも違うんですよ。ほんまや。ちょっと長いなって思うとき、うん、こうやっても履けるしね、可愛い。あ、ほんまやね、アクセントになるんですね。そうです。半円形の生地をこんなにたっぷり使って、はい、でこの二色使いというか二品使いが、うん、そのパターンをね、生地の上に乗せるのにもう本当に大変で、うん、最初もう床に広げて、はい、うん、床でパターンも作ったし、はい、でこんなねデニムのスカートないでしょ。ないですね。ないですよ。もうめっちゃ素敵。もう私もすごくお気に入りです。めっちゃ贅沢に使ってる感じですよね。はい、無駄なく使ってる感じですね、はい。デニムスカートに今合わせてるのは、はい、シャツ。シャツ。私ね、私的に、はい、うん、このデニムですから、はい、やっぱり なぜかと言ったら なぜかと言ったらちょっと話長くなるかもしれないんですけど、はい、洋画でね、19世紀ぐらい、中世ヨーロッパって言ったら、はい、それぐらいのイギリスって、あの女性も馬に乗ってたみたいです、うんうん、で。洋画の中でね、ドレスを着た女性が出てくるんですよ。はい、それがすごく印象的で、ずっと。で、一番最初に感動したのは、あの馬車やったけど、あの、はい、風と共に去りぬ、うんうん。あれで、あの、ビビアン・リーが馬車でバーッと行くときも、あの時代って女の人ね、みんなワンピースとかドレスなんですよ。へー、うん、それでこのどないかアクティブに生きる、前向きに、それをこんなあのドレスを着ながらバーッとこう走っていったり、うん、こう、うん、してるんですよ。その仕草がね、女性なのにどういうんかな、めちゃくちゃかっこいい、はい、女らしくてかっこいい、うんうん、なんかその辺がこう頭に焼き付いてて、最近ではシンデレラ、シンデレラ、うん、映画シンデレラで、あれ誰かな、あのブルーのドレス着るんです、はい、でブルーのドレス着て森を馬に乗ってこう散歩するんですよ、うんうん、その時に王子様と出会うわけなんですけどね、はい、そのねシーンもめちゃくちゃ綺麗、その馬とそのロングスカートが何とも言えんそのバランスは私大好きです。そこからインスピレーションを受けたんですね。そうなんですよ。絶えずこうなんか馬に乗る女性、年齢問わずいろんな人が履けますよね。そうです。もう若い人はもちろん、うん、私なんかやったら娘と兼用かもしれないし。ああ、いいですね、うん、もうこれ年齢関係あります？いや全然関係ないですね。うん、ほんまにいろんな人に来ていただきたいですよね。そうですね。まもなく販売ということで、はい、はい、今日はデフレのご紹介でした。はい、履いてね。はい、じゃあね。じゃあね。